こんばんは、ハチミンです。本日は2023年6月10日です。この動画は相鉄線を走る全種類の車両を見ることができるのか番外編パート3です。この場所は過去3回やっている二俣川駅です。過去3回平日ダイヤでしたが、今回土曜休日ダイヤでやります。平日とダイヤが異なるので同じ駅ですが番外編とさせてもらいます。前回のルールと似てますが、違いは制限時間が約30分だけで、大きな変更がないのでルール説明を省略します。この動画はかなり奇跡に近い嬉しいことが起きます。ぜひ最後までご視聴いただければと思います。それでは本編スタート。
結果発表。果たしてどのくらいの車両を見ることができたのか見てみましょう。相鉄8000系1本、相鉄1万系2本、相鉄1万1000系1本、E233系2本、相鉄2万1000系1本、東急5080系1本、東急5050系4000番台2本。約30分の間に全ては見れませんでしたが、なんとレア車の旧シート連結車両と光エゴを見ることができました。相鉄千円線に用事があるときに旧シート連結車を高確率で見れますが、光エゴが見れるのは予想外でした。仮に相鉄線内で見れたとしても片方見れれば良い方です。ですが今回は約30分で、しかも相鉄線内で両方とも見れた奇跡が起きました。ここまで嬉しいことが起きるとは思っていませんでした。本日の動画はこれで終わりとします。今回の動画はかなりの奇跡が起きました。またこのような奇跡が起きたら良いならと思います。この動画を通じて視聴者の皆様に嬉しいことや良いことが起きると良いなと思います。この企画の開催場所がまだ決まっていませんが、次回のパート5または番外編パート4をやりたいと思います。もしこの動画が良いなぁと思いましたら、高評価、チャンネル登録、コメントをお願いします。動画のご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。